アーチ雲とは、厚い積乱雲や、積雲の下にある、アーチのような形をした雲のこと。ロール雲、棚雲などとも言う。雲形分類では副編種に分類される。巨大なお椀や皿をひっくり返し、それの半分だけが見えているような形の雲である。アーカスは、ラテン語で、弓、橋を意味し、これにちなんで名付けられた。はっきりした形のアーチ雲光展時に見られ、 石乱雲や石雲の運底近くにできる雲である。特に大気の不安定によって発達した局地的な寒冷前線の前線面に沿ってでき、激しい対流を伴うことが多い。気温差のある暖気と寒気が衝突した局地寒冷前線の前線面で暖気と寒気が収束しながら上昇すると気圧の低下と温度差によって雲が生じる。これが前線面に沿ってでき、 積乱雲や石雲本体へと繋がる。この雲が見られるということは、激しい対流が発生してそれが移動しているということを示し、その前後の時間に突風や大雨、雷、ひょうなどの荒れた天気が発生することが多い。アーチのような形は不明瞭になることも多いが、異様なほど明瞭な形になることがある。形が明瞭で輪郭がはっきりしているほど、 対流が整っていて、雲の内部と外部の温度差や湿度差が大きいと考えられる。平原の上のアーチ雲を撮影したパノラマ写真。ありがとうございます。